皆様こんにちは。私はペティダンススタジオのペティです。これは体幹トレ、ウォーキング、ストレッチの動画です。皆さんお家でストレッチしていますか？同じ動作してもほんの少し気をつければストレッチで体幹強くなって細くしなやかな筋肉になります。ペティの体幹トレーニングはバレの動作を元にしてバレリナみたいな体を作ります。ではどうぞ。今回のストレッチは前回の続き、初級コースその2、上半身と下半身のストレッチです。少し経験がある初心者におすすめです。動作は4つあります。まず説明からいきましょう。正しく行えばより効果が出ますよ。しっかり説明を聞いてください。一つ目の動作を説明しましょう。この動作は真横に向けてください。真横に向けるの股関節を1、2、3、3回真横にちゃんと向けてください。難しいと思ったら左の股関節クローズするようにしてください。でしっかり真横に向けます。腰から背筋から伸ばしてます。すぐ首まで伸ばす。両手真上にします。で、できれば手伸ばして肩と耳の間にスペースあるようにしてください。肩しっかり押します。そのまま引っ張りながら胸天井に張るようにします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10を取ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10を取ります。でしっかり伸ばして、伸ばすのが大事と肩を押すしてください。クローズは正面にきます。これ一つ目の動作です。で、二つ目の動作も同じようにして伸ばす。次、お腹だけへこんでいきます。で、足へこんでいくときに膝しっかり伸ばして曲げないでください。で、お腹だけへこんでいって目線をへそにします。で、戻ってきます。まっすぐ気をつけたいところはへこんでいくときに肩とお尻のライン変わらなくてお腹だけ後ろ行きます。体前に行かないようにしっかり伸ばしていきます。背筋伸ばす。同じ肩の耳の間にスペースあります。で、OK、へこむ。で、へこんでいきます。伸ばしていきます。はい、これ2つ目の動作です。次、正面に向けましょう。つま先は横に向けてください。次の動作は両手は上にして同じ上に組んで手のひら外側に向けてください。で、膝も上がっていきます。はい、で、この気をつけたいところはかかとと肩幅ぐらいの広さだけでいいです。で、つま先はできれば真横に向けたいです。でも皆さんの股関節の広さは違うだから倒らないようにまっすぐにすればいいです。つま先の方は自分のできる範囲だけ開いてください。真横に向けます。お尻キュッと締め込んで背筋伸ばして膝が上がっていく時に膝、つま先の方に見てください。で、つま先がそんなに真横にできない、股関節そんなに開かないと、まあ、斜めに刺す。つま先斜めに刺して膝も斜めのつま先の方に回っていってください。で、つま先の方に従っていきます。両手は上にして上に組んでしっかりできれば手を伸ばしてください。肩と耳の間スペースがあります。キュッと首伸ばしています。お尻ちゃんとして組んでゆっくり1、2、3、4、5、6、7、8、9、10戻ります。次まだ2回目いきます。はい、そのままで10回にします。で、さ、4つ目の動作を説明します。次、つま先は正面に向けてください。で、足の広さは肩幅より少し大きめに開いてください。次の動作は両手横に置いといて手のひら後ろに向けます。膝曲げます。手前に行きます。体
内側に曲がっていかないようにちゃんとつま先の方に行って外側行けない、内側行けない、まあ、横にして、で後ろに引っ張って頭を斜め上に伸ばして背中テーブルで少し斜め前に倒していきます。ここできれば90度までしてください。できれば90度までしてください。でお腹力入れて戻ります。で最後戻ったら後ろにキュッと締めてください。で手も一緒になって1、2、手しっかり前に伸ばしてまっすぐまでにして、で戻ります。はい、ゆっくりゆっくりと10回やります。で4つお父さんとても簡単ですけど、あのしっかりゆっくりすれば背筋伸ばしてください。はい、じゃあ次本番いきましょう。皆さん一緒にやりましょうね。はい、で右横に向けます。お尻クローズして、両手は横にして伸ばしていきます。 OK です。はい、胸天井に引っ張ってせーの1、2、3、ゆっくり5、6、7、8、戻ります。2回目1、2、3、5、6、7、8、戻ります。2、3、4、5、6、7、8、9、10、3、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 2、3、4、5、6、7、8、9、10、
次回は初級コースその3で会いましょう。